今回は私がとてもお世話になっているライブイベント超電子コンプレックスを主催しているプラムソニックのやすし K さん YK さんの配信番組に出演するために、音楽活動を始めた頃に使っていたローランド MC909 を10年ぶりぐらいに動かしてみたという動画です。プラムソニックのやすし K さんとは、アニメやゲーム、アイドルへの楽曲提供やシンセ等の製品プリセット、パターン、デモソングの提供で活躍されているすごい方なのです。シンセ界リモート、私が出演している回のアーカイブのリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。一緒にピコピコ安全圏のピコさん、M3 でいつも一緒に出てるんですけども、ピコさんも一緒に出てますので、よろしくお願いします。それでは10年ぶりに MC909 を動かしてみた。どうぞ。お、着いた。生きてる、死んだ、あ、生きてるじゃん。あ、めっちゃ懐かしい。忘れちゃった。どこでやるんだっけ。何？そういうこと？どうやっていくんだっけ。ああ、思い出せない使い方。どっから通すんだっけ。あ、音鳴ってる。何これ。真面目に何やってんの。ああ、分かんないね。何だっけな。パターン。ああ、そういうわけでもないね。もう記憶にない。どうやっていくかっけ。違うな、元々。あ、すごい、デモがいっぱい。